はい、どうもこちゃん、こんばんは。こんばんは、こんにちは、じゃない。違います。はい、今日は 3月じゃない、4月の3日ですね。4月の3日です。はい、で、時間が10時回ってるんですけども、はい、今日はですね、コタロー君が大好きな、はい、ガンバライジング、仮面ライダーのガンバライジングっていうカードゲームがあるんですけど、それのちょっと強いカードをね、一部紹介したいと思います。もうね、ずっと1年ぐらいやってんの？あれ、毎週ちょっとね、土曜日と日曜日行ってましたよね。去年もやって、去年から今年にかけてやりました。ジオになってから行ってるんで、もう1年ちょっと超えますね。1年半ぐらいですかね、なるんですけど、その中でね、ちょっと強いやつを紹介していきたいと思います。まずめちゃくちゃいっぱいあります。強い、弱いのとか回したらもう100枚できません。これね、いいやつだけなんですけど、学校がね、休み伸びましてですね。伸びましたね。こっちにもこう、こっちはノーマルカードとかレアカードとかなんですけど、もうめちゃめちゃあります。めちゃめちゃあります。めちゃめちゃあります。その中でちょっと強いのをね、一部紹介していきたいと思うんですけど、じゃあまず、はい、これですね。まずこんだけ、はい、これがダーク、ちゃう、仮面ライダーキバ、仮面ライダーキバ、そしてこれが仮面ライダーブラック、レジェンドレア、レジェンドレア、でこれがジオトリニティですね。これは、レジェンドレア、ガンバレジェンドレアですね。これだいぶ強いです。でこれがサウザーレジェンドレアですね。仮面ライダーサウザーもあって、うん、この4枚金ピカすごいな、うん、多分こっちゃんが持ってるカードの中でこれが一番最上級のカードですね、うん、そして続きまして、じゃん、これですね。はい、これが仮面ライダージオ、これは裏ですね。裏側ですね。ミラクルライダー、どれが一番気に入ってる？え、パッチャンの中で気に入ってるな、うん、パッチャンの中で最近よく使うな、気に入ってるカード、うん、どれですか？キリア京介の響きです。あ、これ響きね、響きさん、キリア京介バージョンの響きさん。そしてシャドームーンとかも、この辺とかはね、あんまりなんでね、シャドームーンあんま強くないんで、シャドームーンもスーパーレア、ね、シャドームーンもあって、うん、ゲイツリバイブもあって、ゲイツリバイブ、滅び、滅びくん、滅びくん、ここもすごいですね。キャッキラですね、キャッキラ。ちょっと反射で見づらいようにちょっとこうします。ディケイドジオとか、あと仮面ライダーウォーズ、フューチャリング機械、仮面ライダー1号、仮面ライダーマッドローグ、仮面、これが仮面ライダーバルカン、そして3号、ミッチ、うん、そしてこれがジオゴーストアーマー、ジオゴーストアーマー、そしてこれがメテオ、わちゃおー、ポーズやな。そして続きまして、はい、こちら、まあ、ここもキラッキラですね。全部キラッキラ、まあ、すごいです。パンチンコーン、パンチンコーン、バルカン、仮面ライダーバルカン、そして仮面ライダーナックル、これこの前だよ、ナックルな、うん、でこちらが仮面ライダーメテオストーム、メテオのパワーパフォームですね。裏の方ですね、裏やなこれ、うん、ってことはこっち表は何？あ、メテオか、メテオのバーストリーが電王のソードソードフォーム、仮面ライダードライブ、タイプフルーツ、フルーツってことはあれ、ガイムとコラボ、ガイムロックシード、ガイムロックシード、ロックシードじゃあガイムシフトか、シフトか、ダイヤ交換なんか。で仮面ライダーゼロワン、ブレイキングマンモス、仮面ライダービースト、ゲインズみたいな感じですね。はい、でこっちがオーズのシャウタコンボ、仮面ライダースペクター、フィーね、これフーディーニ、フーディーニ知らんな、フーディーニ魂、そしてこれがオーマフォーム、オーマフォーム、映画で出てきたやつですね。
で、でこの横は裏ですね。はい。裏ですね。こんだけですね、こっちゃんが持ってるキラキラ系の最強カードたちは。うん。あ、言うたけど全部自力やんな、これな。交換とか購入とかしてません。全部自力でやってます。こっちにも。すごいです。あります。あ、この辺も強いな。電王、はい、ソードホーム。はい。そしてその横は？ディエンド。ディエンド。ほんでこれは？ローグ。ローグ。ほんでこれは？プロトドライブ。プロトドライブ。チェイサーやな。うん。そしてこの辺もまあキャンペーンカードですね。強いですね。フォーエバーキックス。この辺はフォーエバーキックスなんですけど、うん、ディケイドカブト、これが強いな。ディケイド一番ちゃうな。これ強かったな、結構ずつな。ディケイドカブト、うん、クーガブラック RX、うん、フォーエバーキックス、ゼロワングランドジオ、フリージングベア、ディケイド。ディケイドすごいね。いっぱいあります、いっぱいあります。あ、これ強いですね。うん、これな、ディケイドブレイドな、これ強かった。ずっと初期の頃これが一番強かったものなんですよな、うん、最近なんか、ね、レアカードとかなんとかでもここの数字が2000超えとか結構あるよな。よう分からへん、強いやつ。フォーエバーキックスで、ファイズもあるよ。ファイズ、ディケイドもあって、なバルビンもあって、アクセル、アクセルもあって、ディケイドダブル、ディケイドダブル、いっぱいあります、いっぱいいっぱいあります。いろいろあるんですけど、こっちゃんこの中で自分が一番気に入ってるやつはどれですか？この次はこのカード、ノーマルカードとかの中で、うん、何でもいいよ、何でもいい、うん、さっきの響さんと、響さんが一番気に入ってるの、響さんと、うん、キリア京介の方やな、うん、これもいいなって思ってる。うーん、エグゼイドの何これ、ゴーストゲーマー。うーん、そんなんかいな、変な変な好きやな、マニアックなやつ。響きのキリア京介とかエグゼイドのゴーストゲーマーとか変なんばっかり好きやな。変わっとるな。あ、いいけど、あ、クロノス、クロノス、クロノス、あ、これが強いねんな。レアカードやねんけど、ここが2050もあるんですね。非常に強いですね。絶版だ、うめうめうめ、絶版だって言った。絶版おじさん、ポーズポーズ言ってたね、うん、はい、ラビットラビット、うん、いろいろありますね。ドガバキ、ドガバキ知らん、キバ見てへんから知らん、知らん、キバ見てへんねんな。あ、いっぱいある、ビザドアーマー、あー、ビザだよ、ゲッツやね、うん、あ、これもキラキラやで、これ、うん、この辺レアカードやからちょっとうっすらキラキラ入っとる。お、カリスよ、 J J おりますね、 J おりますね。でかいな、ジャンボの J やろ。うん、いろいろあります。ゲーム、ゲーム、クローズ、私は神だ、クローズ、クローズ、ゴーストゲーマー、ゴーストゲーマー、パンチンコン、パンチンコン言うな、お、パンチンコン、仮面ライダーブラックの変身フォームですね。バイオライダー、ゲイツ、ウィザードアーマー、ホロビ、スティングスコーピオン、ストロンガー、あ、メータルクラスト、うん、もう出てんな。お、くれない音や、パンチンカン、お、これで終わりですね。はい、じゃあここまでですね、コータローくんのレアカードたちは。そしてレジェンドレア、ガンバレジェンドレア、キャンペーン、レアまではここに入っています。そしてこのまた大量のノーマルカードたちと、あとここには入ってないダブリカードたちも大量にあります。ダブリカードは欲しい人がいたらあげます、あげます、はい、はい、欲しい人がいたらあげますので、一緒にゲームして遊びましょう。はい、じゃあこっちゃん以上です。はい、今日は紹介終わり、はい、終わりです。今日はこっちゃんの、はい、太郎くんの、はい、はい、ガンバライジングカードの
レアカードたちを紹介してみました。じゃあなー、それではじゃあのー、じゃあなー、またねー、アデュー。